今と申します。受けの私の教え子です。で、ゲストがありまして、背負い投げ入るときに後ろに重心がかかってしまうのですが、どうしたらいいですかということなんで、ここの引き手がですね、引き上げが小さいと結局、ここで入りもですね、うまく腰が回らなくて入らなくて後ろに体重がかかってしまうというパターンと、もう一個は手前に入りすぎて、その場で手前に入りすぎて前に引き出せないっていうパターン、まあ、基本的には大きく入るということと、引き出し、この引き出しがしっかりできてれば、相手が前に前方に崩れるんで、重心が前方の方に来やすいということです。ちょっと一回入ってみますね。前の方に引っ張ってこれば前方の方の重心が移りますので、ここを大きく広げて、力の方向的にはこういう円を描く、こういう円を描く形で引き手を引っ張ってくる。引き手は円を描く、釣り手はこのように円を描く。ということで、大きく、入るということが、重要となります。一回それで試してみてください。以上です。